はい、パーツ石破です。ですね、今日は、石破サロンのお話を少しまたしてみたいなと思います。ですね、194名の方が会員になってくれて、とても嬉しく思っております。はい。でですね、サロンどんなことしてますかというと、こんな感じでね、基本的には動画、5分の動画、を撮って毎回、サロンのグループ LINE のグループにあるんですけど、そこにこう投稿してます。あとは、朝 の, コラムだったりとか、あとは、告知もの、はい、あと僕が今手がけてることなどね、こうお話をしてます。募集することもあったりとか、あとはサロンのメンバーさんと一緒にこうできる企画を考えて、それをこう、実行してみたりとか、あと僕がその全国にサロンメンバーさんいらっしゃいますので、そこへ会いに行って、そこでサロン会を開いたりとか、アーティストさんだったら一緒にこう何かやったりとか、そういう感じで活動しております。基本的にはその、パーツ石破を応援してくれる会なんですけれども、基本的には僕はこう、みんなでこう一緒の船に乗って、まで言うとねちょっと大げさかもしれないですけど、みんなでこう応援し合ってね行こうみたいな。なのでこうよく思うのが、そのサロンメンバーさんの例えばアーティストさんがいたら、そこのみんな舞台見に行ったりとか、音楽を聴きに行ったりとか、そういうのもあったりとか、あとは店舗やっていらっしゃる、ね、方のメンバーさんなんかはそこへこうみんなで行ってみたりとか、そんな感じのねことをしております。なのでね、基本的には、サロンは、LINE のグループがありまして、2つあるんですけど、1つは、全員入るサロンの LINE グループ、そこは僕が動画だったりとかコラムだったりとか、文章ですねを発信する専用のグループです。でもう一つはメンバーさんも告知したりとかやり取りしたりとか、自由にこう書き込みできる LINE グループ、この2つがあります。入るのがトーク部屋っていうんですけど、そっちはこう自由になのでね、入ってもいいし入らなくてもいいし、そんな感じでやっております。月の会費は1000円なんですけれども、一気に払ってくださる方がいたりとか、3ヶ月だったりとか1ヶ月ずつだったり、それは皆さんそれぞれなんで、なんでしょうね、こう自由にこうやりやすいようにしていただいてます。はい、といったわけで、石破サロン、お試しはないんですけど、やってみて、もし何か違うなと思ったら、もちろん退出されるのは全然 OK なので、もしよかったらね、ぜひ興味ありましたら、ぜひ入っていただいて、僕と一緒にこういろんなことをしていければいいかなというふうに、楽しいんじゃないかなと、僕もとても嬉しいわけでございます。はい、といったわけでね、今YouTube もね904人か、サロンもね194名ということで、なんか目標とする目標、サロンは別に目標は決めてないんですけど、もうすぐ200名とか、YouTube は1000人とかね、非常にこう、なんか共に2年ぐらいなんですけどね、なんか両方ともなんかよく続いてるなと思ってね、皆さんの支えでね、大変ね感謝しております。ってわけで、今日は、ね、石破サロンのお話でした。YouTube の方もね、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それじゃあ、バイバイ。